やはり外で遊ばせるっていうのに抵抗はあったんですけど、こういった施設ができ始めて安心して子どもを遊べることができてすごく良かったと思っております。結構汗だくになって遊んで帰るのですごいいいなと思いますね。はい、大変言い方はよく似合っておられます。こうして、福島の食材を味わっていただくとは、今福島が苦しんでいる風評被害を払拭する上で大きな、これは力になるものと思います。Huge thank you to the people of Japan and to the government of Japan for hosting us in such a friendly and warm way. We've all been welcome everywhere we've beenAnd there's been a lot of highlights so far, but being able to have a traditional Japanese evening has been it's definitely going to be one of the key highlights. So thank you very much. Please. 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 Please.学校じゃなかったので、なんか狭かったりいろいろ大変なこともありましたが、やっぱりみんなと入れて楽しかったと思います。与えられた環境でどれくらい頑張るかっていうことは、普通に本校舎で学ぶよりは学べたんじゃないかなと思いますので、私は福島市で飲食店で地元を食べ物でこう盛り上げていきたいなと思ってます。幸運は苦労に宿るといえます。頑張った3年間の努力は皆さんの血となり栄となっています。本日は本当におめでとうございました。皆さんおめでとう。受験者をはじめ皆様のふるさとを思う気持ちをしっかりと受け止めながら丁寧に進めていきたいと。遅れていた福島の復興も新たなステージに入りつつあるということを実感いたしました。